近頃ドラマで新しい子役たちの活躍が目立ちます。かつて天才子役と言われた芦田愛菜さん、鈴木福さんも早いものでこの春から大学生。2人がブレイクしたフジテレビ丸物を着ては12年前です。それ以降、大注目と言われるほどの子役はあまり出ていませんでしたが、ここ数年で変化が。民放プロデューサーは今期フジの土曜ドラマ「グランマの憂鬱」に出演する加藤柚子が目下のところナンバーワンの逸材と話します。そのわけとは。デイリー新潮では他にも新時代の子役神セブンを一挙に紹介しています。